なぜここまで日本と差がついてしまったのか。皆様お疲れ様です。パーソナリティの葵です。突然ですが、皆様は海外の国々から特別視されている日本の国民性があるということをご存知でしょうか。日本人は謙虚や礼儀正しい、親切といったイメージを海外の人々から抱かれていることが多いですが、他にも素晴らしいと称賛されている日本人の特徴があるのです。そこで今回はあるイギリス人男性のエピソードを紹介します。彼は大学で学業に励む傍ら、清掃業のアルバイトもしています。そこである現実に直面し、日本への留学を検討するようになったようです。彼は一体なぜ日本への留学を考えるようになったのでしょうか。それでは詳しい内容を見てみましょう。イギリス人が日本の特殊性に驚愕。僕の名前はジョン。イギリスの大学に通う男子大学生だよ。ロンドンで生まれ育って今は歴史を専攻しているんだ。実は日本の文化や歴史にも興味があって、日本語も少しずつ勉強しているんだよね。子供の頃から日本のアニメが大好きで、ドラゴンボールやワンピースをよく見ていたんだ。その影響もあって日本にも興味があったんだよね。だから大学に入ってからは日本語の授業も選択して、週に数回日本語を学んでいるんだ。最初はひらがなやカタカナを覚えるのに苦労したけど、今では簡単な漢字も読めるようになってきたんだよ。授業では日本の歴史や文化についても学ぶ機会があって、本当に楽しいんだ。僕の大学生活は勉強とアルバイトで忙しいけど充実しているんだ。特に日本語の授業は理解が進んでいることもあって本当に楽しいよ。それに日本語を学ぶことで好きな日本のアニメや映画をもっと深く理解できるようになったんだ。例えばアニメのセリフがそのまま理解できるようになって、キャラクターが話すセリフの微妙なニュアンスも感じ取れるようになったんだよね。それに僕がいる大学には日本からの留学生も何人かいて、彼らとも交流しているんだ。何人かとは友達にもなっていて、一緒に食事をしたり出かけたりすることもあるんだよ。彼らから直接日本の文化や習慣について教えてもらうことも多くて、本当に貴重な経験をしているんだよね。例えば日本の礼儀作法や日常生活のルールについても実際に体験しながら学ぶことができたんだ。彼らもイギリス人である僕と交流することはとても有意義だと感じてくれているようだったよ。せっかく留学に来ているんだから、現地の人間と交流してその文化を感じたいと思ってくれているようだった。イギリスのいろいろな文化やおすすめの場所を紹介すると、彼らは本当に嬉しそうにしてくれるんだ。こんな大学生活を送りながら、僕は自分も留学を考えるようになったんだ。留学先としてはやっぱり日本を考えているよ。僕が日本留学を考えている理由の一つは、やっぱり日本のアニメが好きだからなんだよね。日本のアニメはただのエンターテインメントじゃなくて、深いメッセージや独特の美学が込められていることが多いんだ。例えばもののけ姫や千と千尋の神隠しなんかは、日本の自然や伝統的な価値観をすごく美しく描いているし、新世紀エヴァンゲリオンや攻殻機動隊は哲学的なテーマを扱っていて、本当に考えさせられるんだ。実際に日本に行ってその文化の一部としてアニメを楽しむことができたら、もっと深く理解できるんじゃないかと思っているんだ。それに日本のアニメ制作現場を見学したり、アニメ関連のイベントに参加したりすることで自分自身の視野も広がるんじゃないかな。例えば僕が好きなドラゴンボールなんかは、子供の頃からずっと見てきた作品で、孫悟空の冒険や戦いを通じて友情や努力の大切さを学んだんだ。最近は
僕のヒーローアカデミアや進撃の巨人も好きで、これらの作品を通じて感じたことや学んだことを実際に日本で体験したいと思っているんだよね。日本のアニメはただ見るだけじゃなくて、その制作過程や背景にある文化、歴史を理解することでもっと楽しめると思うんだ。だから僕は日本に留学してアニメの本場でその文化を肌で感じながら学びたいと思っているんだよ。ここまで日本留学を検討している理由としてアニメを挙げたけれど、実は僕が日本への留学を考えている理由はもう一つあるんだ。こちらの方が僕の気持ちの中で占める割合が大きいんだ。ここからはその理由というものをなぜ僕が持つに至ったのかについて説明させてほしい。僕は大学の授業の合間にアルバイトをしているんだ。業種は清掃業だよ。イベント会場なんかが使用された後にそこを清掃することが多いね。特にフェスティバルやコンサートの後の会場を掃除することが多いんだけど、その汚さには毎回驚かされるよ。例えば大きなフェスティバルが終わった後の会場はゴミが至るところに散らばっていて、本当に目を覆いたくなるような状態なんだ。食べ物の残骸や飲み物のカップ、さらには壊れた椅子やテーブルまで放置されていて、一体どうしてこんなにも人々は無責任なのかと憤りを感じるんだよね。イギリスのフェスティバルの後の会場がどれだけ汚れているかというと、まるでゴミ捨て場にいるような気分になるんだ。毎回何時間もかけてゴミを拾い集めるんだけど、終わる頃にはいつも疲れ果ててしまうんだよ。それでも次の日にはまた同じように汚れた会場が待っているんだ。こんな現状を目の当たりにして、僕はなぜこんなに汚い状態になるんだと怒りの気持ちを感じずにはいられないんだ。自分の国ながら人々のマナーについて疑ってしまうよ。僕のような清掃を仕事とする人がいるとはいえ、何を捨ててもいいというわけじゃない。自分の国の恥だとまで思ってしまうよ。そんな鬱屈した思いを抱えている僕は、ある日ネットで日本のライブやイベントの後の様子を偶然見かけたんだ。それを見て僕は本当に驚いたんだよ。日本ではライブやフェスティバルが終わった後でも会場がとても綺麗に保たれているのを目の当たりにしたからだ。少し調べてみると、観客たちが自分のゴミをきちんと持ち帰るだけじゃなくて、会場全体を自主的に清掃するボランティア活動が行われるパターンまであるようだ。それを知った時、僕は本当に感動したんだ。まるで別の世界の話みたいだよね。改めて日本のフェスティバルの後の会場の写真、それは僕にとって衝撃的な光景だったんだ。ゴミ一つ落ちていない会場はまるで何事もなかったかのように綺麗に保たれていて、こんな光景が本当に実現できるんだと思ったよ。日本のマナーの良さは本当に素晴らしいと思うんだ。イギリスではフェスティバルの後の会場が汚れることが多いけど、日本ではそうではない。これは日本人一人一人の清掃意識やマナーの高さが大きく影響しているんだと思う。日本人という人たちの国民性は本当に素晴らしいと思うし、我が母国であるイギリスも見習うべきだと思うんだ。日本に住んでいる人たちは僕のこの考えを大げさだと思っているかもしれないね。もちろん日本にだってマナーを守らない人だっているだろうし、ポイ捨てが問題になることだってあるだろう。だけど僕はそれを理解した上で、それでも日本が素晴らしいと感じているよ。そしてきっと日本の人たちが思う以上に自分の国であるイギリスの状況がひどい。さっきも言ったけど、イギリスのイベント後の会場は本当にゴミ捨て場のようになってしまうんだよ。これは比喩なんかじゃない。食べ物の残骸、飲み物のカップ、プラスチック製品、壊れた椅子やテーブルなど、あらゆるものが散乱していて、清掃作業をしていると本当に憤りを感じるんだ。僕たち清掃スタッフは早朝から何時間もかけてゴミを拾い集めるんだけど、その量はとても一日では片付けきれないほどなんだ。疲労感とともに感じるのは、
人々の無責任さやマナーの悪さだよ。こうした現実は当然国内でも問題視されて取り上げられているよ。イギリスの主要メディアでもたびたび報道されたり記事になっているんだ。実例を挙げるとレディングフェスティバル後の会場の汚さがその一つだね。レディングフェスティバルはイギリスでも長い歴史を誇る野外ロックフェスだ。規模も世界最大級で、ビリー・アイリッシュといった世界で著名なアーティストが参加する素晴らしいものだ。日本で行われているサマーソニックもこのフェスを参考にしたんだよ。だけどこのレディングフェスティバル終了後の会場の汚さが大問題になって取り上げられたんだよ。 BBC やインデペンデント紙、ロイター通信など各種大手メディアもこぞってこの問題を報道したほどだ。ある記事に掲載された写真はフェスの参加者たちがそのまま放棄したテントや放置されたゴミなどで会場が埋め尽くされているカオスな様子を鮮明に捉えていたよ。メディアはこの惨状について、リーズで開催された音楽フェスティバルの後、若者たちは会場にゴミの山を残していった、これは日本ではありえないことだ、50年前のイギリスでもありえなかった、社会規範の作り方の何が間違っていたのだろうかと伝えていたんだ。嘆かわしい自国の現状を悲しむとともに、日本への羨望の気持ちが現れているよね。またこの件はイギリス国内だけでなく、中央・東ヨーロッパのニュースを伝えるビシェグラード24は、日本だったら絶対こうならない、モラルの作り方の何が違ったのかとこの問題を取り上げていたよ。こうした報道にはたくさんのリアクションがなされているんだけど、その多くが共感の内容だったんだ。だけど反対に、清掃代はチケットの購入費用に含まれているはずだなんてコメントもある。こうしたことを本気で思っているとしたら、その人のモラルを疑わざるを得ないよね。中には昔はこんなにひどくなかったという意見もあったんだ。これはイギリスのマナーやモラルが昔に比べて低下していることを示しているんじゃないかと思うんだよね。以前はもっとマナーを守っていた人々が多かったのに、今ではゴミをそのまま放置することが当たり前になってしまっているのかもしれない。僕が日本のことを素晴らしいと感じるのはこうした背景があるからだ。少しはこの気持ちを分かってもらえたんじゃないかと思う。もし興味がある人は YouTube を見てほしい。インデペンデント紙のチャンネルでフェス後の会場の様子をドローン撮影した動画がアップされているんだ。きっと見たら言葉を失うことになるよ。それに日本が海外からどう見られているかもよくわかる報道の仕方だよね。僕だけじゃない、他の国から見てもやっぱり日本は特別なんだ。こうした報道を見て僕は日本についてあることを思い出したんだよ。実は僕サッカーも大好きで試合を見に行くことが多いんだ。イギリスには世界三大リーグの一つであるプレミアリーグがあって、サッカーはとても人気なんだよね。試合中のスタジアムでの熱気や応援の声、試合の緊張感はたまらないよね。当然国の代表チームにも関心は高いよ。ワールドカップも欠かさずチェックしているんだけど、そこで日本人サポーターのある行動がとても注目されていたことを思い出したんだ。あれは確か2022年のカタールワールドカップのことだった。試合後に日本人サポーターたちが率先して座席周りのゴミを拾っていることが注目されたんだ。彼らは自分たちが出したゴミを拾うだけでなく、他のサポーターが残したゴミまできちんと片付けていたんだよ。そのことを知った時、僕は本当に感動したんだ。しかもその試合は日本代表の試合じゃなかったんだ。彼らはただ単純にワールドカップの試合を楽しんで、その後に自主的にゴミ拾いをして帰ったんだ。実際にその様子は多くのメディアでも取り上げられていて、日本人サポーターの行動が称賛されていたんだよ。調べてみると2018年のロシアワールドカップでも日本人サポーターたちの清掃活動は取り上げられていたんだ。彼らは自分たちの代表が敗れた試合でもその気高い行動を続けた。
あるメディアはその様子を取り上げて、彼らは敗者でないことを証明したと報道していたみたいだけど、まさにその通りだね。こうした日本人の行動を思い出して、僕は改めて日本人のマナーの良さに感銘を受けたんだ。そしてなぜ彼らはこんなにもマナーが良いのか、その理由を知りたくてたまらなくなったんだよ。いきなり僕らの国が日本のようになることはない。だけどそのヒントになるかもしれないからだ。それでインターネットで日本の教育制度や文化について調べてみたんだ。そこで分かったのは、日本では幼い頃から家庭や学校でマナーや公共の場を大切にする教育が行われているということなんだ。特に印象的だったのは、日本の学校では生徒自身が教室や校内を清掃する習慣があるということだったんだよ。日本の義務教育の一環として、生徒たちは自分たちの生活する場を自ら掃除するんだ。これは掃除の時間として毎日行われていて、生徒たちは教室や廊下、トイレなどを掃除するんだ。僕はこれを知って本当に驚いたんだよ。イギリスでは学校の清掃は専任のスタッフが行うのが普通だからね。この掃除の時間を通じて、生徒たちは自然と清掃意識や公共の場を大切にする心を身につけると思うんだ。掃除をすることで自分たちの環境をきれいに保つことの大切さや、他人への配慮を学ぶことができるんだよね。また掃除をすることで責任感や協調性も養われると思うんだ。日本の文部科学省のレポートによると、 98% 以上の日本の小学校が掃除の時間を設けているんだって。この習慣は中学校や高校でも続けられていて、生徒たちは成長するにつれてさらに責任感や協調性を養っていくんだ。日本の人からすると当たり前のことなんだろうけど、世界の多くの国では生徒自身が掃除をする習慣はあまり見られない。多くの国では学校の清掃は専任のスタッフが行うのが一般的なんだよね。生徒たちは自分たちの教室や校内を掃除することがないから、清掃意識や公共の場を大切にする心を自然と身につけることが難しいと思うんだ。それに掃除に教育的な意味を持たせるという考え方自体が他の国ではあまり一般的ではないんだよね。日本のように掃除を教育の一環として取り入れている国は少ない。だからこそ日本の生徒たちは幼い頃から清掃意識やマナーを身につけることができると思うんだ。さらに日本では地域の清掃活動やボランティア活動も盛んに行われているみたいだ。例えば町内会や学校の PTA が定期的に地域の清掃を行っているし、災害時には多くのボランティアが集まって被災地の復興活動を支援する。こうした活動を通じて日本人は自然と他人や環境に対する思いやりの心を育んでいると思うんだよね。僕は留学してこうした素晴らしいマナーを実際に体験し、自分自身ももっと成長していきたいと思っているよ。日本人の行動から学べることはたくさんあるだろうし、学んだ内容をイギリスにも取り入れていけたら素晴らしいことだと思うんだ。日本人のマナーの良さはただの一時的な行動ではなく、日常生活に根付いたものだと思うんだ。サッカーの試合後にスタジアムを清掃する日本人サポーターの姿を見て僕は本当に感動したし、彼らの行動から多くのことを学んだ。日本の文化や教育がこうした素晴らしいマナーを育んでいるんだろうね。イギリスでは公共の場を大切にする意識が薄れているんじゃないかと思うんだ。もちろん全ての人がそうではないけれど、少なくとも僕の周りではそう感じることが多いんだよね。これは教育や文化の違いもあるかもしれないけど、それでも改善できる部分はたくさんあると思うんだ。だからこそ日本の清掃意識やマナーの良さは本当に見習うべきだと思うんだ。そうした思いもあって僕は日本への留学を考えているんだよ。もし実現すればきっと実りのある留学になるはずだ。海外の反応。これは文化の差としか言いようがない。親から引き継がれていくものなんだ。日本だったら絶対に怒らないだろう。
彼らは小さい頃からしつけられているから、日本の文化を輸入した方がいいのかもしれないな。日本は私たちの社会で、こっちは私の社会、そういうのも影響してる気がする。残念ながら日本でも全く起きないってことはないよ。50年前でも 1000% 変わらないよ。現代人は今を叩くために過去を美化しすぎ。まとめ、日本人のモラルの良さというものは世界から特別に感じられているようですね。サッカーワールドカップでの日本人サポーターの行動が世界から称賛されたニュースに関しては記憶している方も多いかもしれません。また意外なことに、世界では多くの国が学校での清掃活動を業者に依頼しているようです。幼少の頃は掃除を面倒に感じた方も多いかもしれませんが、その習慣が今の日本のモラルの良さを形成しているのであれば大事にしていくべきでしょう。いかがだったでしょうか。良ければコメントで感想を教えていただけると嬉しいです。高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。